はいつもコメントに質問が来てることを答えたいと思います。高音の出し方、それをすごく聞かれます。デイサービスで音楽療法しててもどうしたらそんないい声が出るのとよく聞かれるので、ちょっとアドバイスをしてみようと思います。高音を出すっていうことは、まず息の量が出ないことには出せないんです。なのでこう体をまっすぐに保つ、つま先で立つと自分の軸が歪んでることが多分わかると思うんです。その軸をまっすぐ立てて座立てたところ、次立てることによって体から息がふっと出やすくなります。その一気の力を使います。なのでこうちり紙などをふんふんと吹き飛ばす力、その力が発声に役立ちます。なのでそこからお腹からふっと出すことができれば、声は必ず高音も出るようになってきます。ちょっと一緒に歌ってみましょう。花は咲くの途中からが難しいというリクエストがありましたので、そこの部分だけ教えてみたいと思います。ゴルフのスイングで行くと花は咲くと一瞬でフッと打ったような感覚です。その力が抜けた状態で息がフッと出すことができれば、必ず高音はうまくいきます。やってみてください。世界を笑顔に、さよこでした。